いやさかツアーズ第2弾高千穂。神道の心を伝えるバスツアー、全国の神社ファンを乗せて向かった今回の行き先は、日本神話古事記にも登場する神様ゆかりの地、宮崎県高千穂町。大自然に囲まれたこの神話の町高千穂でどんな学びがあるのか。今回ナビゲートするのは小坂先生、そしてアシスタントは生田さん。ここ高千穂にはその昔500社もの神社があったと言われ、その中でも現在も残る歴史ある神社のうち4社を巡ってきました。八百万の神が会議をしたとされる雨の安川原、天孫ニニギの御事や神武天皇ゆかりの地高千穂の夜神楽、そしてテレビ初公開の、今回はどんな御利益があるのでしょうか。この番組は匠プロモーションの提供でお送りします。神道ドキュメンタリー DVD 発売。熊本県平立神宮を舞台に日本の精神に迫る。そこには教えはなく道が存在した。華道、茶道、柔道、剣道、武士道、その道中でもがき苦しみながら答えを見つける、それが神道。道徳はね、一言で言うたらね、世のため人のために役立つ人間になることを思ってます。お金出してできるものは素晴らしいと思うんですよ。そう、だから、ね、金では買えないものが素晴らしいんです。神道とは何なのか、日本人らしさとは、この DVD にその答えがある。神道ドキュメンタリー DVD 4980円、お申し込みは匠プロモーションで検索。